ようこそ、もっと知りたい話題へ。ナビゲーターのウニです。皆さんはチベットという地についてどれだけの知識があるでしょうか。地理的な意義としては、チベット高原全域を指し、歴史的、政治的にはいささか表現が難しい地域となります。漠然としたイメージでは、元首ダライラマを中心として独自の宗派であるチベット仏教を発展させている、どこか神秘的な土地というのもあるでしょう。そんなチベットには理想郷シャンバラへの入り口が隠されていると信じられており、多くの人々が理想郷への道を探索してきました。そして現代のチベット仏教の長であるダライラマ14世は、シャンバラは地図には載っていない、しかし宇宙旅行技術が発達すれば、あるいはたどり着けるかもしれない、シャンバラは幻の土地ではなく実在する世界であると語っています。誰よりもチベットの秘要を知る人物がシャンバラはあると断言したのですが、その真意については様々な議論がなされています。というわけで、今回はチベットの秘密についてまとめてみました。理想郷シャンバラとは何なのか、シャンバラへの行き方はどのようなものなのか、そしてダライラマの思惑とは、長きにわたって隠されてきた神秘に迫っていきたいと思います。それでは行きましょう。現在のチベットについて、2022年現在、チベットの行政は中国のチベット自治区が担っていることとなっています。しかし、チベット側はダライラマ14世をトップとするチベット亡命政府を発足しており、政治的には非常に説明が難しい地域となっているのが現状です。現在知られている仏教国チベットとしての始まりは、7世紀初めにチベット地方を統一した吐蕃王朝だとされています。チベット統一王孫権元普は、唐やインドと交流を深め、チベットに文字や仏教を取り入れました。特にチベット仏教に関しては、地理的条件から外部の影響を受けにくかったこと、現代では途絶えてしまっているインド大乗仏教や密教の教えが残されていること、導入時に原点の教えをできるだけ忠実に書き写していたことなどから、仏教研究においても重要視されています。そしてそんなチベット仏教のトップ、法王として存在するのがダライラマです。ダライラマはチベット仏教において修行を導く仏の化身の一人であり、現在まで600年以上にわたって転生を繰り返して現世に留まっているとされます。ダライラマの地位はチベット内外を問わず重要視されており、世界最大の宗教、キリスト教のトップであるローマ教皇との会談、ノーベル平和賞の受賞、各国首脳に最高格の来賓として迎えられるなど、その扱いは世界でも最上級に位置します。チベット探索の歴史。さて、世界的にも重要な地として扱われているチベットですが、特にチベット仏教が世界的に注目されるようになったのは、14世紀に発足した新智学教会の活動によるものです。新智学教会とは、近代オカルティズムの母と呼ばれたヘレナ・P・ブラバツキーが立ち上げた神秘思想団体であり、当時の西洋社会に東洋の宗教思想を持ち込むことで、神秘主義やオカルト主義を流行させました。そんな中、外国人の入国が制限されていたチベットに根付くチベット仏教は、秘伝仏教、真の仏教だと考えられ、多くのオカルティストに注目されました。西洋社会がチベットに注目した理由の一つが、シャンバラの存在です。シャンバラとは、インド仏教最後の経典、
ジリン・タントラの中で語られる理想郷の名であり、中央アジアのどこかに存在するとされました。もともとシャンバラはヒンドゥー教において、釈迦のカースト制度批判によって揺らいだ社会秩序を正すために降臨する第10のアバターラ、カルキが治める国の名でした。しかし、仏教におけるカルキはむしろカースト制度を撤廃することで人民の救済を図り、シャンバラは善行と公平に満ち溢れた国であるとしました。西洋社会にシャンバラの概念が伝わると、西洋の理想郷伝説や宗教的教義と結びつけられ、人類が到達すべき東洋の理想郷として大きく注目を集めるようになりました。戦術したブラバツキー夫人は自伝で、1856年から7年間チベットに滞在し、チベット仏教を学んだと語っており、彼女がチベットの地で手に入れたとされるジャーンの書も内容の一致からジリン・タントラのことを指していると考えられています。ブラバツキー夫人はシャンバラはゴビ砂漠にあるとも語っており、彼女もシャンバラの地を探索した経験があると考えられます。また、ナチスドイツを率いた独裁者、アドルフ・ヒトラーも第二次大戦期に中央アジアや南極などに調査団を派遣しており、彼もまたシャンバラを探索していたとされます。しかし、衛星写真技術などが発達した時代においても、シャンバラは発見されていません。現代では、密林の地中に潜んだ遺跡なども、ライダー技術によって発見される例もあり、地上からたどり着ける範囲の秘境で見つかっていないものは、もはや存在しないと言ってもいいレベルです。それでも見つからないシャンバラは、本当に存在するのでしょうか。理想郷シャンバラはどこから行けるのか。地上に見当たらない以上、シャンバラは地下に存在すると考えられます。神知学では地底世界アガルタもまたアジアのどこかに存在するとされ、シャンバラと同一視されることもあります。シャンバラが地下に存在すると仮定した場合、その入り口として期待されている場所が2箇所あります。まず一つが、カイラス山というチベット高原西部に位置する標高6656メートルの山です。カイラス山はチベット仏教において聖地として信仰されており、山頂までの登頂許可が下りないため、2022年現在まで未登峰となっています。カイラス山がシャンバラの入り口として噂されている最大の理由は、物理的に誰も山頂に到達できていないためです。チベット仏教において最も信仰されている聖人の一人、聖者ミラレパが11世紀頃に山頂に到達したという伝説も残されていますが、現在ではチベット関係者でも巡礼路を外れた場所には近寄ることすらほとんどありません。ミラレパは仏教徒になる前から魔術を学んでいたとされ、悟りを開いた後は多種多様な神通力を行使できたとされます。体温制御や変身、空中飛行などもできたとされるミラレパならば、カイラス山にも登頂可能であり、そこに隠された理想郷への入り口に到達していたとしてもおかしくありません。もう一つの入り口候補は、ポタラ宮です。1642年のチベット政府、ガンデンポタン成立後、その本拠地としてチベットの中心都市ラサに建設された世界最大級の建築物でもあるポタラ宮は、チベット仏教に関する様々な秘宝が収められていることでも知られています。宮殿は13階建ての高さ117メートル、全長約400メートル、面積13000平方メートルという大きさで、2000を超える部屋数から、ダライラマ14世でさえしばらくは全容をつかみきれていなかったと語っています。こちらもごく一部の部屋以外は非公開とされており、隠された部屋の一つがシャンバラへの入り口になっていると言われています。ダライラマ14世は幼少期にポタラ宮で白い幽霊を見たとも語っており、あるいは幼くも尊き彼をシャンバラへと導く存在がいたのかもしれません。
仏の転生体、ダライラマ。現在のチベットにおける実質的なトップであるダライラマ14世ですが、彼はその名通り、ダライラマの14代目にあたります。ダライラマとは、チベット仏教で継承されている名跡ですが、その継承方法は、転生という非常に特殊な形で行われます。先代ダライラマが亡くなると、その遺言や占い、奇跡をもとに、弟子による次の転生体の創作が行われます。ダライラマ14世の崩御から4年後の1937年、チベット北部アムドに住む少年、ラモ・ドンドゥプのもとに捜索隊が訪れました。捜索隊は少年がダライラマとしての記憶を有しているか遺品を選ばせることで試しましたが、少年は先代である13世の遺品を正しく選び続けました。さらに13世が亡くなる直前まで使用していた杖と、過去に使っていたものの弟子に譲り与えた杖も見抜いて前者を選んだことから、ラモ少年はダライラマ14世だと認められたのです。当代のダライラマはそれまでのダライラマの記憶を受け継いでいるとされます。14から15世紀頃に活動した初代チベットの政治的支配者となり、ポタラ宮の建設を行った5世、世界的動乱の中でチベットの独立宣言を行った13世など、約600年にわたるダライラマの生涯が14世の記憶に収められています。また、14世自身は、ダライラマの仏としての起源については、釈迦の時代まで遡ることができると語っており、それが事実ならば、2500年以上の歴史を持つこととなります。そんな14世は、チベットに隠されているとされるシャンバラについて次のように述べています。シャンバラは地図には載っていない。それはカルマとプニアの熟した者しか見ることも訪れることもできない正常な土地であり、普通の人では飛行機の切符を買ってもたどり着けない。しかし宇宙飛行技術が発達すれば、あるいはたどり着けるかもしれない。だがその場合、その切符は高価なものになるだろう。そしてこの場合の切符とは、徳を積む行為のことである。このように、14世はシャンバラについて明確な知識を持っていると考えられる発言を残しており、さらには、シャンバラは幻の土地ではなく、実在する世界であるとも断言しており、シャンバラが実在することも明らかになりました。科学技術の発展でもシャンバラ到達の可能性が高まるというのは極めて予想外な情報であり、多くの研究者がこの発言に驚きました。理想郷の正体とは、ダライラマ14世が現世において、カルマとプニアの熟した者として最高峰に位置する人物であることは間違いありません。そんな彼が厳しい条件がついているとはいえ、シャンバラは実在すると言ったのですから、シャンバラは実在するのでしょう。しかし、民間人の宇宙進出が実現する時代においても、その姿は見つかっておらず、14世の言う宇宙旅行技術というのがどこまでのものを指すのかは分かっていません。また、彼の言葉を額面通りに受け取るならば、シャンバラが存在するのは地球上ではなく、宇宙空間にあるとも考えられます。しかし技術の発展によって到達できるようになるということは、究極的には人類全体がシャンバラへたどり着く資格を有する時代が来るということでもあります。少なくとも今がその時でないことは確かですが、あるいは人類社会そのものが理想郷となる日が来ることをダライラマは予言しているのかもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。またね。